してで、実家が材木屋なんですね。で、でも物を作ることが好きだったんで、建築士の勉強を取って、いい家を建てたり店舗を建てたりしてたんですけど、気がつけば今こんなことをしているというようなところですね。山本さん、肩書き項目変わりますもんね。そうなんです。一言言われないんですけど、あれやったら名刺作るたびに変わりますですよね。だから今なんかクリエイティブプロデューサーだなと思って、僕も一番それがしっくりくるなと思って。最新のプロフィールらしい、うん、そうです。てか、それ僕もいじってあれですけど、山本さん肩書き増えましたね。増えましたよね。もうこの辺か分かんないですよ。僕三角で元々知ったんですけど、ハナラートやって、で、なんですか、障害者技術者やって、はい、で、なんですか、なんかチャレンジ、ちょっと自我してたんですけど、これね、新たな文化活動チャレンジ補助金って言って、はいはい、奈良県で、なんか新しい文化的な活動をする人に対して、上限50万までで助成金出しますよっていうのが2011年から始まって、僕、11年もらったんですよ。で、2012年の審査員をやらせていただいたっていう。アートっていうものから、いや別にアートとなってはないじゃないと思うんですけど、なんか本当にこうソーシャルで、今国今ソーシャルで本当に広がってるなって思うんですが、町色ね、町の衣装もそうですね、いろんな国産衣装今度ないようにするんですけど、奈良で担当させていただいて、うん、増えましたね。でも僕もなんか山本さんの話を関西でいろんなこと言うと結構つながるんで、嬉しい。これよう言われるのが、奈良では有名な山本さんやばいんですけどでもなんかこう奈良っていうものはもうだいぶ浸透してますよ。山本篤さんイコール奈良みたいな。いや、そんなことないですよ。それはね、でもほんまに嬉しいことなんですけど、実はたくさんいろんなことを活動されている方が、もちろんもう先輩もたくさんいらっしゃって、まあ、田中さんとのご縁でね、よく大阪とさせていただいたりっていうのもあって、で、最近いろんなところで引っ張ってくれはる人も増えてきたような感じで、ね、奈良はほんまにあんまりなんかいろいろあんねんけど知られてないだけやな、最近だって改めて思いますね。多分あのアーカイブを撮りつつあるんですけど、山本、うん、さん、もうちょっと詳しくいきます何話します。一応なんかウェブサイトこれ貼り付けてるんですよ。そうかこれ繋がるのかな。あ、つながった。ごめんなさい。ごめんなさい。そうや。山本篤って検索すると、いや、ごめんなさい。怒りそうや。あ、いいですよ。それも面白いからやってみましょうよ。山本篤って名前が、さっきもちょっと話してましたけど、すごい多くて、今まで出会った中で10人ぐらいいるんですよ。そうですね。いや、同じ人に。これですよね。ひらがなにしたんですけど、今度ひらがなにしたら、京都を拠点に活動しているシンガーソングライターの23歳の男の子がひらがなに出てきて、検索で一番で出てしまう。あ、そうじゃないんですね。そうなんですよ。この2番目のツイッター、ツイッター僕ほとんどやってないんですけど、これが僕なんです。で、この山本くんは人生っていう歌を歌ってるんですよ。ちょっと、いきなり出せるのがどんなことだ。僕最初見たときに、あ、山本さんいつの間に音楽やってるのか、クリスマスそうな感じしますからね、山本さん。あ、昔やってたんですけどね。あ、これでもいいの。あ、これ山本さん、そうだ。なんかちょっと懐かしい感じが、なんかでも山本さんの若い時って言われても結構新鮮だね。でもなかなかシュッとしてますよ、僕なんか違って。一応若いですね。でもよう聞くんですよ。頑張って結構頑張ってますよね、この子ね。でだからよう言われるんです。僕の知り合いのバンドと一緒にイベント出てたりとか、ヤオチさん出ると思った、まあ、とりあえずこの人が近い感じですね。他にはバスさん結構多いんですよ、ほんまに。なんかこの辺りからちょうどいい。写真家のおじさんとかね、議員さんとかね、いろんな山本篤がいる。山本篤精神やった、ありがとうと思いますよ。これは、あれですよ、新型の。そうですね。これは
ね、流れを組むというか、それをダラバンして本体作りましたよ。面白いですね、なんか番組みたいな。あ、結構ね、まんまみたいな。結構背中が危険なんですよ。お土産怖いね。あ、柿原さん来ました。柿原さん、こんばんは。綺麗な頃がね、女子がね。そう、これはこれも2011年から始まったんです。こんばんは。まあまあ、久しぶりです。久しぶりです。あれですね、多分こういうトークで言うとおそらく全然こうあのバカバカな感じなので、多分山本さんを知らない人にはもうちょっとこう自己紹介的な僕の時系列の方がいいんじゃないですか。あ、ちょっとやっぱ話した方がいいですか。すごく長くなるんで。すごく長くなる。面倒くさいんですけど、いいですか。いいですか。どうもそうですか。いただきます。じゃあ嬉しい、ありがとうございます。まあもう一回じゃあ自己紹介になるんですけど、社会学部出身なんですよ、ね、実は。で、マックス・ウェーバーから始まって卒業政策、卒業論文はね、社会学じゃないかもしれないけどマーシャル・マクルハイだったんですよ。あのメディアはメッセージである社会学の人ですけど、はい、まあ、学者というよりもね、なんか武装家みたいな感じの文脈で語られてる方かなと思うんですけど、すごくその当時はまだインターネットっていうのが普及してなくて、でパソコン通信やったんですね、最新の、はいはいはい、そういうメディアが、で、マルチメディアとかいう言葉が出てきたぐらいの時なんですが、バブルが、崩壊したぐらいに就職するんですけども、まあ、すごくメディアとかそういう新しいコンピューターとかいうのに興味があって、で、とあるメーカーの、メーカーに就職して SE になるんですよ。それ配属で SE になるんですけど、ね、物流管理システムを作る部署に回されて、で、なんかそういう卒論やってたからね、お前さコンピューターとか強いちゃうかみたいな感じで、全然強くない。当時パソコンとかじゃなくて、そこの会社で使ってたのが日立のスーパーコンピューター、流れがええやつ、もうビルのフロア一つそれとかで、それがもう場所足りひんようになったから仙台の工場のところにマシンセンターができて、そことこう通信しながらでいろんな仕組みを作ってたんですけど、もう今からするとそれ多分パソコン1台できちゃうような感じの時代だったんですね。でそれ1年半ぐらいやって、今度事例が出て、今度はこうなんか会社の方針で、若手の営業職をもっと増やさなきゃみたいなので東京に行かされたんですよ。で営業というか営業企画なんですけども、そういうのをやってました。1年半ぐらいかな、東京に行きました。でその時は建設関係の、部品とかそういうのを作る、仕事をやってて、生コンホースとかね、こういうあの東京オペラシティのタワーができる時にそこでこうあのその生コンホースを使ってもらってて、それをこう写真撮りに行って、で広告作ったりしてるんですよ。なんかそういう仕事してたんで、プロモーションみたいなのを言ったりとかしてたんですけど、いかんせん地味な仕事を、業界は。でその時にちょうど、阪神大震災が起きたんですよね。昨日で何年でしたっけ。18年ですよね。だからその時ですよ。で、それがあって、そこからなんかその時に、もうびっくりしたんですよね。朝テレビ見たらこれどこなんみたいな状況がそこの場で広がってて、で、ニュースずっと見てたら、あ、これは神戸なんや、関西なんや、ですぐに実家の、奈良の子に電話したら繋がらないんですよね。で、親父のその大学屋っていう、さっき言ってたけど大学屋が大阪にあって、そっちにもかけて繋がらない。夕方になってやっと繋がったんですけどね、まあそんなに被害は大したことはなかったんですけども、まあ材木を倉庫に投げたりするのが倒れて大変やったので、もう親父も昭和9年生まれなんですね。結構もう今78歳とかそんな、その当時でもまあまあだいぶ高齢やったんで、で、まあ後継ぎいらんと、もう自分の代で終わらせねえくらいの感じで言ってたんですけど、やっぱりちょっとこうなんか帰って手伝わなあかんのかなみたいなのがあって、それから1年後にその会社も辞めて、
知識ないし、全然今までと分野違うから、なのでやっぱり知識もちょっとつけなあかんかなというのがあって、やったら、まあ、大阪工業大学っていうところが2部で建築学科があると。で、社会人編入で入ったら2回生から行けるっていうんで、で、編入したんですね。で、そこから3年間、働きながら夜大学行って、みたいな生活をしながら、卒業して、2級建築士を取ります。まあ、材木をやるのに、その建築士なんかいらんねんけども、やっぱり物作るのがもともと好きやな。勝負みたいなところがあって、で、まあ、じゃあ材料も売るし、設計も図面も引けますと、なおかつ工事もできますよみたいにしたら強いんちゃうかみたいなで、そういう形で、設計施工もやるようになっていきます。まあ、小さい建物ばっかりですね、住宅とか店舗をやってたんですけども、そのうちに、2004年に家を建てることがあります。これ奈良なんですけれども、僕もともと大阪出身なんですけど、実は中学校の時から実家が奈良に引っ越してて、その実家のすぐ近くに土地を買って家を建てることにしたんですね。でそれはなぜかというと、親父がもう年やから、保証人になられへんから早う買えみたいな感じで何もわからんと買わされたみたいな、はいはいはい、でまあ土地だけは買ったんやけど、そこでじゃあどんな家建てるかな、建築ってこうカタログないじゃないですか、どんなのを僕が建てられるのかっていうのは分かれへんから、じゃあカタログ代わりに自宅を建てましょう、それがあったらじゃあそこに来てもらったらうちこんなん建てられるんですよっていうのが、分かると思ったんで、建てたんですけど、その時のコンセプトが、そこがね、奈良って建蔽率、その土地に対して建築を建てられる面積の割合ってものすごい低いんですよ。大阪やったら 80% とか 90% とか普通なんですけど、その奈良で住宅地で、建蔽率 40% なんですよ。容積率 60%、 2階の床面積も足したら、それも土地の6割しか床面積建てられないっていうのがあって、でなおかつ隣の家とか前の道路から 1.5 メーター下げなかみたいなのがあるって、ほとんどじゃあ4割しか建てられへんやったら6割建てられへんやんみたいな、建物の方が少ないやん、これもったいないな、じゃあそのコンセプトは、庭付き一戸建てじゃなくて一戸建て付きの庭にしようと、庭の方が多いからなんか得した気分になれるやんっていうので建てたんですね。で、敷地全部にこうウッドデッキを張り巡らして、でその、真ん中にポンと木の箱を置いたんですね。1階をガラス張りにして、で隣も空き地やって、その先に手塚山大学の裏庭があって、その借景にできると、あそこまで全部うちの庭やみたいなそのデッキに座ったりとか、借景っていいですよね。僕も実はちょっとずれますけど、淀川のね、河川敷でよく子供が走ったりとか、船が行ったりとか、なんかいろいろするんですよ、凧揚げしてたりとか、なんか借景っていいなと思ってたりして、なんかそういうよくわかるんです。すいません、ちょっと汗でも。ここはほんまに素晴らしい、水が溢れて死んでますけどね。そう、だからそういう家を建てて、でいろんな人に見に来てもらったんですよ。オープンハウスをして、で、あ、お宅はこんなん建てるねみたいなんで、家を作ったりお店を作る仕事をいただいてたりしたんですけれども、そのうちになんか家見せるだけやっぱ面白くなくなってきたんですよ。要は入れ物だけじゃないですか、入れ物だけをこう提供してもしゃあないかな、これからは、その中でどういう住まい方をするのかっていうのをもっとちゃんと提案して、それを売りにしていった方がええんちゃうかなっていうことをやるとき気づくんです。で、じゃあどんな暮らし方というか住まい方をすればいいのかなと思ったときに、もともとアートが好きやったんですね。それも建築始まりなんですけど、安藤忠雄さんの建築見に行ったりとか、まあ他の有名な建築家、伊藤忠雄さんとかね、黒川紀章とかいろいろ言うんですけど、テーマーよと美術館っていうのよく行くようになったんですよね。それで現代アートが好きになって、一番好きになったのは安藤さんの直島だろうかな。まだもう今ほど流行ってなくて、行ったらもう貸し切りみたいな。そうでしたよね。あれ
さんがベッドルームのベッドの頭のところにキース・ヘリングの絵とかがほんまほんま飾ってあったりするんですよね、うん、で別の部屋に行ったらリチャード・ロングの絵が壁に描かれたりするんですよ、ね、で聞いたらリチャード・ロングがそこの部屋に滞在して作りましたみたいな、うん、で窓から外見た瀬戸内海が見えて綺麗やなみたいな、ああいう暮らしがしたいなと思ったんですね。当たり前にアートがあるような暮らしっていうのがすごく贅沢だなと思ったし、じゃあ美術館に住めたら面白いなっていうので美術館に住むっていうテーマを考えたんですよ、うん、でも別に僕アート の, そのコレクション持ってるわけじゃないから、どうしようかなって考えるんですね。でその時にちょうど偶然知り合った友達になった人、家の近所に住んでた、インド人の男性とでパートナーは日本人の女性なんですけど、インド人の男性はね、写真家なんですよ、うん、で、女性の方は、絵を描いたり、旗織りしたりとかいろんなことをやってる人で、ね、で、なんか二人でもやりたいって言ってたんですよ、うん、ちょうど、そういう時期に知り合ってで、僕もその美術館にするっていうのを考えてたから、あ、じゃあ、うちでやったらどう、無料で、いいよ、まあそんな、あのギャラリーでも何でもないからオープンハウスをする一つの、こうきっかけと、今回はこんなしますよみたいな感じでやってもらったんですね。それがなんか全ての始まりで、ちょうどここのひょんなことかなと、ひょんなこと、長いでしょ、うん、もっといろいろ付け足してもっと長いでしょ、そうそう、それをやったときにすごい面白かったのが、僕が読んだお客さんも来るし、その2人の読んだお客さんが来るんですよ。で、そこで出会いが生まれるんですね。僕のお客さんとアーティストのお客さんが何か共通点見つけて、まあ、趣味が一緒とか、たまたま偶然共通の知り合いがいたとかで繋がっていくっていうのはすごく面白かったんですよね。大人も来る、子供も来る、若い人も来るし、お年召された方も来るっていうのがいいなぁ。あ、じゃあもうこれ持ってやろうと思って、うん、で、1ヶ月だけ実績作りました、本なんでこういう風な、作家さんやりましたよ、で誰かやりませんかみたいな話をしてたら、じゃあまた人伝えで、あ、やりたいって言ってくる人が出てきて、でやってたんですね。まあ不定期に 3,4 ヶ月に1回ぐらいでやってたと思うんで、当時はね、まだなくなったんで、で、やってるうちに今度は作品見せるだけだと面白ないなと思ったんですよね。で、せっかく作家さんおるし、お客さん来たら作家さんと一緒になんか手動かして作るっていうのが面白いんちゃうかなと思って、で、じゃあワークショップやりましょうって言ったんですよ。明かりを吉野のヒノキのスライスして使って、明かりを作る作家さんの時からやったと思うんですけど、その吉野和紙を使ってそこに絵付けをして、で、明かりを作るワークショップ、それがすごい好評やって、親子でみんな参加してくれて、でやってるうちに今度は作品見るだけやったらすぐ見てパッと変えるだけやったのが、ワークショップもやると都合 3,4 時間ぐらいいてくれるようになったんですよね、うちに。だから今度お腹が空いてくるんですよ、みんなで、じゃあ何か出さなあかんなって、うちの嫁さんがもともとパティシエをやってまして、でちょっとスイーツかなんか作ってよ、でお出ししたらすごくそれが好評だって、これが面白いなと、でカフェを始めたんですよ。そういう手なんかやるときだけ、まあでもカフェやるんでも机とか椅子とかもないんで、スペースはあると、でも小作家の知り合いがいたから、その作品も展示するから、貸してって言って無料で借りて、はいはい、でそこでまあスイーツだけじゃなくて、例えば軽食かカレーであったりとかいうのも出して、まあ、カフェごっこみたいな感じですけどね。でそうするとこうみんなも滞在時間の許しがだんだんこうワイ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 になってきて、当時僕は大阪の親父の会社に勤めてましたから、朝早くに出かけて夜遅く帰ってくると、あんまり緊張付き合いなかったんですよね。ところがそういうワイ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 やってると、あの近所の人が自然に入ってくるんだったんですよ。何やってんのみたいな感じで、おっちゃんとかおばちゃんが入ってくるようになって、
ですけど、それが勝手にできていってたんですよね。それを見た時に、あ、これは家に住まうっていうことを自分はずっと考えてたけど、なんか視点を変えればそのアートっていうものを媒体にして地域に住まうっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。やったらもっとたくさんの人に来てほしいし、それをやるんやったら、まあ、自分の住んでる奈良の市街地でやった方がいいかなと思ったんですよね。まあ住宅地やから車で来てもうたりとかするのも大変やし、電車からバス乗り継いでっていうのもちょっとしんどいし、もっとこう駅に近いところでできたらどうかなと思って、で、あの、まあ、奈良町あたりってなんかちょっとその頃話題にもなってたし、クルミニの体操したカフェができたりとかで、そこから1年ぐらいかけて物件を探します。で、その時にちょうどタイミングよく奈良の持ち色のっていう商店街があるんですけど、そこの中のインキュベーション施設で夢キューブっていうのがありまして、それが、持ち色の商店街の組合がやってるインキュベーションで3年で入れ替えなんですよ。で、その代わり、3年で入れ替えやけど、家賃を安くしますよっていう感じで貸してくれると思って、でちょうどその1期生を卒業する頃やったんですよね。そこにじゃあっていうことで運行したら、入れてもらえると思って、で2010年の4月に参画をオープンさせることになります。この時っていうのは、宮本さんは仕事は、あの、まあ、やってましたね。結構ここ大変だったんじゃないですか。自宅以外に仕事しながらスペースも設けるみたいな。そうですね。ただまあ、それまでも工場的にじゃないけど、やってましたし、僕は一つ三角やる時に思ってたのは、嫁さんをね、結婚する時に、ケーキ屋さんでパティシエやってたのをやめさせて、で、材木屋の経理手伝いさせてそれがすごい多いねやってで、これやったら、まあ、嫁さんずっとこれできるやんみたいな、はい、まあまあ経理なんかそんな大したことないから店でやっといてええわと思って、でもう徐々に嫁さんをおらすようにしたんです。で、企画とかも僕がやればいいんで、それがまあ今のね、東條さんと一緒で昼間、仕事をして、まあ、夜も仕事やねんけど、そういう企画やったりとかで動くと、週末とっていう感じでした。だから大変っていうよりはすごく楽しかったですね。うんうん、そう、それが、まだ考えたら3年経ってないんですよね。僕この時に矢部さんとお会いしてましたね。そう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 、そうやわ。そうですよね。僕もちろん夢キューブでカレー食べてましたね。ありがとうございます。ね、カレー。そうや。この辺りはなんか割とこう、なんだろう、結構そのいわゆる実行委員会みたいな感じで動くっていうより、まあ言うたらあの、山本夫妻というか山本篤さんの周りのなんか集団やったイメージがあったけど、だんだんこの辺りがあの実行委員会がこう参加が増えてきたなと思ったんですけど、大丈夫かなと思ったんですね。忙しそうやな。そうです、だから統一郎さんとおたんって三角の前にやるアウトプロムって思ってますよね。アウトプロムここに出てきてないんですけど、三角やる前に、ギャラリーアウトオブプレイスという奈良のギャラリーの野村義則さんという、主催されている方とお会いするんですね。あれは何だっけ、アート大阪でお会いするんですか。あ、そうなんですか。1回目やった2009年で、そこで、大阪とか京都とか東京のギャラリーがいっぱい出てる中で唯一奈良で出てはるところがあって、まあ、ないですもんね。そうそう、で行ったのもらさに行って、でお会いして話したら、奈良アートプロムっていうのを2010年に、奈良のいろんな場所で現代アートの、アートプロジェクトをやるみたいな話をされてて、で一緒にやりませんかって言ってもらったんで、あ、無茶して長いことに分かれる感じでやることになって、でそこの、会議かなんかでお会いしたそうですね。知ってますかね、この会議がね、僕ね、あの時の証言、朝からやるとかとにかく長いんですよね。あ、いつ、なんか何時間やってるぐらいですよね。まあ、あの奈良のね、人もね、そう言うとしてるね。朝から、昼になってもご飯食べに行こうというみんな我慢してね、3、4時間やってたんじゃないですか、なんか朝10時に集まって、そう、
洗礼でしたね。何か奈良の人それ苦行かなんかしてるのかぐらいの本当にお腹空いてるのに我慢してって言ってね。奈良の人そうなんですよ。よく言えば丁寧なんですよ。こう大阪みたいに誰かがこう、うん、飲みに行こうとかじゃなくてちゃんとこうみんなの話をうんうん聞くんですけど、うん、結構衝撃したね。飲みに行こうって言ったらもうその時点で村八分ですそういう苦労だったいつもあの山さんが進行みたいなことされてたんで最初こう、まあね、こうやってあの話がこう上手いというかこう声がいいのでなんか僕司会業の方やとずっと思ってて、そう上山さんと司会業の人だんやっていう認識が最初からあったんですよ。その後になんかそのことされてはんねんってなんか勝手に僕の中であの司会業っていう経歴を。そう、あの時はだから奈良アートプロムでお会いした時は僕箱持ってなかったですもんね。そこのままずっとこれをやるためにいろいろこう探っていく中で奈良アートプロム通って奈良アートプロムとして先に動き始めた。いらっしゃいませ。シールそう、それがあって、で、そうそう、で、三角やってるんです、今もやってるんですけど、まあ、ここの話をすると、2週間に1回ずつ、いろんな作家さんの展示をしていくと。で、自宅でやってた時と一緒で、ワークショップを絶対週に1回やってます。スペースを使うのは無料ですよと。ただワークショップやってお客さんなんでね、はい、ビジネスモデルっていうことを使うのが嫌なんですけど、まあとしてはカフェなんですよ、飲食なんですよね。ただ吸引力としてその作家さんが展覧会やって、ワークショップやってるという形になるんですが、どっちかっていうとビジネスじゃなくて本来の、僕のビジョンとしては、まあ言うたら若手のアーティストさんなんか特にそうですけど、展示するのに場所借りたお金かかるやんと、じゃなくてもっと気軽に展示できるところを作ろうみたいなところなんですよね。ちなみにあのギャラリーとかで展示されることあります？ないですよね。だからあとそういう参考例なんですけど、大体あの心斎橋あたりのギャラリーで1週間個展やったら、すごく安いところで5、6万で高くて10万くらいなんですよ。それが今若い学生さんとかやと1週間そう展示するために10万払えるのかって話ですよね、うん、今なんとなくその相場的な価格になったんです、うん、それ山本さんのところは確かワークショップする代わりに、うん、無料でしたそうですっていう形でやったんですよ、うんうん、そうですね、はい、うん、作家さんには負担は極力なくして、うん、よりもお客さんに来てもらって見てもらうと作家さん見てもらったらいいし、うちはカフェだから座ってもらったらオーダーもらえたらいいし、うん、っていうことですね、うん、それで街もこう賑わってくるんちゃうかと、鹿とか大仏とか、お寺だけじゃないところで人が来てくれるならっていうのを作れるんちゃうかなみたいなところで、前もちょっといろんなところでお話ししてるんですけど、僕は、大見商人の三方よっていうのが好きなんですね。売り手よし、買い手よし、世間よしというのがこうアートを題材にしてこう人、街、アート、みんなこう、得をするみたいなことができるんちゃうかっていうので、その幸せな三角関係を作ろうっていうのに三角って名前にしたんですね。だからお店に行かれる時からあれなんですけど、ね、机とか椅子も三角なんですよね。三角形なんですよ。で結構もらってるわざわざ作ってもらったんですよね。途中はそのただで最初机とか椅子とかを貸してくれた三角さんに、あでも山本さんすごいなと思う。多分この一番最初ってとかどこにあるかわからなくて、大体この家でされた時から、はい、多分いろんな人のつながりがそのままこう広がったり、まあ切れるのはあったと思うんですけど、大体、うん、結構深くつながっている人多いんですか？そうですね。だからいや助けられてるなと思うのは本当にその時からのつながりで、いいつながりがそのままつながってて広がっていってますね。ここで展示してもらってるその当時材木やった時に知り合った小坂さんもいらっしゃいますし、あとはそう大阪青年会議所に入ってたんですよ、大学会議所の時は。その関係の人らとも今まだつながってたりとか応援してもらったりしてるし、まあまあね、41年42年弱生きてますんでね、いろいろそういうのもつながりもできてきて、そう年齢不詳ですよね。若いっていう感じですね。そうでもないです。ここは何かあったんですか？僕、まあ、アートプロムっていうのも割と、まあ、僕個人的な感想なんですけど、
多分皆さんご存じないと思うんですけど、いわゆるこう奈良の街中を使ってこう同時多発的なイベントだったんですけど、多分あれで奈良の人が緩やかにつながる顔見知りになったっていうバックボーンがあったんですね、この辺り。だけで言うと、奈良市内で130箇所、うん、奈良市内で奈良県下の130箇所で、200人以上の作家さんが10日間で展覧会をやったっていう、そういう実績を作れたんですよね。内容は、まあいろいろありますよ。知り上がり寿さんに来てもらって、展示をしていただいたりとか、あと、グループ展といって公募展をやって、9人の作家さんにやってもらったりとかして、それ以外は古典版団展というか、みんな自由にやってください。好きな場所で好きなことやってくれたら、それ言ってくれたら地図に載せますみたいな感じで、そんだけ数を稼いだんですけど、でもまあそういうことをやったのが今までならなかったという、その実績を作れたことで、例えば行政の方から声をかけていただいて、後の奈良町屋の芸術祭ハガラアートにつながっていったりとか、まあ、障害者アート創出事業というのがハッピースポットだっていう来月にまた2回目があるんですけど、そこをやったりとかいうのはありますよね。でそれとはまた別でちょっと僕思ってたのは、なんか、現代アートっていう枠だけでそんなことをやっていくっていうのは限界を感じてたんですよ。サンダル自体はもう現代アートとは限らず、デザインとかもあったし、まあ極端な例でいくと、こう NHK のみんなの体操を毎日描いてるおっちゃんの体操美女展っていうのがみんなアートなんかみたいなところもあったりとかしたんですけども、そうじゃない、なんかそういうジャンルを区切ることの面白くないところってすごく感じてたん で、僕自身ももともと建築の人間やったから、そういう枠を超えてなんか表現という、ね、よく当時の表現者という言葉を使いますけど、そっちの方がええんちゃうんかなと思ってて、で奈良で現代アートってものすごいパイが少ないですよね、やってる人、興味ある人も少ないから、やったらもっと広げて、表現者ってやったらいろいろやってはるやんみたいな、アートもデザインもそうやし、デザインなんか田中一光さんにね、輩出してる奈良なんですよね。映画も川瀬直美さんいると。音楽もどうかな、いろいろ、本当に、例えばピアノの小指数、日本一やったりとか2やったりするんですよね。でクラフトなんかでもそうやけど、まあ、木の名産地やったりとかするか、そういうのも盛んやと。ショーとかとか、もちろん賞もそうなんですよ。墨は日本は、日本の中で奈良は、9割ですね。奈良で墨作ってたりすると。だから表現者という捉え方でしたら、すごい町なんやな、歴史もあるしということで、それをもう一緒にくっつけちゃおうよっていうので、奈良空実行委員会っていうのを発足させてたんですね。この奈良空実行委員会代表というのは、なんとなく山本さんがこう一番こう前に出てる代表という文化なんですけど、はい、これもうちょっと具体的に何をしてるのか正直言うと、こういうことを考えた時に、じゃあ何しようかなと思ったんですよね。だから奈良の表現者を日本一しようと思って、で、まあ、行政とのつながりも出てきたところがあったから、行政を巻き込んでしょできへんのかなと思ったんですよね。まあ、奈良空っていうのは奈良の空は、奈良は建物が低くて空が広いから、なんかこう下向いてうつむいて悩んでても上向いたらみんな繋がってるやんみたいなイメージで奈良空っていうのをつけたんですけども、まあ、そういうオーガナイズをしていく組織として実行委員会っていうのを発足させつつ、それで、行政の方に訴えかけたんですよ。お金ちょうだいって。もう10個作るかな。そう。で、奈良サローネっていうイベントをやったんですね。言ってももうパネル展示ですね。その私はこんなプロフィールでこんなことやってますよみたいな。私たちというか柿原さんとかそこにいてる人が花見行った時みたいなやつですよね。ああ、そうだ。ありましたね。情報としてそう。あれの前に実は奈良市街地でやってて、なんですよ。三角とあとそれから。餅色のセンター街 の、 そのゆめキューブの向かいにある
スーパーの2階にあるコミュニティスペースとか。あのスーパーね、奈良しか知らないですよ。あの、オーケストオーケストしてますでしょ。でしょ、僕奈良行くとなんか、オーケストだよって時になんか、どこっていうか、ただで有名なんですよ。奈良は有名です。24時間テレビの時にこう、なんかイベントをやったりするスペースがその前の広場でやったりとかして、あの、桶谷さんっていう方がやってるんですけどね。桶谷さんがやってるスーパーがオーケーっていうのがあって、その中で一番大きいからオーケストラ。知らないでしょ、これ。結構奈良では多分、知名度高いのかもしれない。和歌山でも大コアですね。そんなに大きくない。ああ、ですかね。そう、脱線しました。結構衝撃的だったんですよ。そんな有名なのかって言ってたよね。そんなのではいいんです。で、その、マンションの1階にそのスーパーがあって、そこの2階にその桶谷さんがやってる、まあ、それも多分助成金もらってやってるんやと思うんですけど、コミュニティスペースがあって、1日3000円とかで借りれる、20坪、30坪弱ぐらいのスペースがあるんですね。展示ができたりとか、イベントできたりとか。とそれから奈良町の方の古い築100年の、町屋を改装した、ゲストハウスとを借りて奈良サローデっていうのをやったんですね。サローデっていうのはイタリア語でいうサロンなんですけども、奈良サロンっていうのは我々がサロンにしたっていうだけなんですけどね、はい、そこで、まあ、いろんなジャンルの表現者の人が自己紹介パネルっていうのを A3 サイズで作って、それを展示しますと、ある会場行ったらそれで奈良でやってる、いろんなことやってる人がそれで見れる、見本地みたいなのがあって、で、もう一つの会場では、プレゼンテーション大会をやると、私こんなことやってますよみたいなのをやったりとか、あと奈良に住んでる、平野幸太郎さんっていうグラフィックデザイナーさんがいるんですけど、この人結構面白くて、24年ずっと代官山で事務所をやってたのが、ちょっと奈良に来たいと思って、4年前から3年前から奈良の吉野の山を来て、なんてことありましたね。なんか東京で大会やってたら大人の街です、うん、でなんか関西でなんかあの糸辺っていうところで住谷さんという人がしたら、はいはいはい、奈良出身なんですよ、うんうん、でなんかその奈良の街とか奈良出身なんですか。そうなんですよ。 で奈良どうなんですかって、あそこは大人の街だよその若者じゃなくて大人になってからこう良さが分かるっていう渋い街だと思ったんですよ。その感覚で大会から来たっていう感じでした。いや、あのね、まあ、その人の講演会を奈良サロンで時にやったんですけど、すごい人なんですよ。グッドデザイン賞の CI デザインやってたりとか、うん、CI じゃない、VI デザインやってたりとか、で、あとは、ね、建築家の谷内義雄さんっていう豊田市美術館とか、設計した人と一緒にその人が建てる建物の社員計画とか全部やってる人なんですけど、ね、うん、若い頃からずっとこう自分は田舎に行って仕事をしたいと思ってたんですけど、ヨーロッパのデザイナーっていうのはみんなそうやし、でなんか自然を感じながら仕事をするっていうのが自分の理想やと思ってたんです。で、ある時に思い立ってなると思うんですけれども、まあ、そういう人の話を聞くみたいなこともやっているんですけどっていうのがその2011年、なんかもうとにかくジャンルを超えたかったんですよね。なんか現代アートってなんやっていう定義とか、そんなよりもっと大事なことあるんですか。個人的には思うんですけど、多分広がりがすごく増えたからこそ、なんかこう、同調バイアスというか、例えば現代アートだとすれば、うん、なんかこうそのカテゴリーに、押し込めようみたいな人とつながりが結構しんどかったんじゃないかと勝手に思ったりするんですけど、うん、そうで、いや、うん、そういうことなのかな。なんかね、あんまりそういう難しい話をするんじゃなくて、もっとその先にあるものが大事やんっていうのを思ってたんですよね。なんか表現することっていうのが大事やしっていうことを思うと、例えば障害のある人も一緒にやれるし、なんか、現代アートとは何ぞやって決めてしまうと価値っていうのがもう固定化されちゃうじゃないですか。それってなんか今やっても意味ないんちゃうかなと思ったんですね、その時に。思えばそう、だから障害者とのお手伝いしたりしてるのもそこはあるのかもしれない。なんか同じような感覚で僕はその逆を持ってる感じなんで、そのアートっていうものを僕も関わってるんですけど、はい、そのなんとなく最初こうひょんなことからってなんか最初ありましたけど、僕はなんかこうその気づきみたいな、そのなんだろう、その作品がどうとか、例えばうちの人が作品作ってますけど、彼女の作品がどうとかではなくて、そのアウトプットで
例えば音楽をするとか作品を作るじゃなくて、その前の段階こそが僕はアートの良さだと思ってます。よく眼差しを変えるっていう花村君が言ってるのも、よくそこで共感して、そうだよねって話なんですよ。だからそういう意味では僕はなんだろう、表現っていうものはなんか、ね、人がこういろんな新しいものを築く、なんだろう、衝動というか初期衝動みたいな、そこの部分に興味があるって意味で、こういうカテゴリーに出して興味があるなって言ってきましたね。多分今思えば、僕がその自宅で、若手アーティストの展覧会をやり始めたっていうのも、要は家っていうものを家という固定観念からこう逸脱したものとして意味付けしたところに面白さがあるなって思うんですよね。自分の分析すると美術館に住むっていうのが一つそれだと思うんですけど、要は家を美術館に見立てる、見立てるっていうのがなんか日本人がもともと持ってるそういう能力というかね、なんか一つのものをいろんなこう意味付けをしていろんな風に見えるようにする、でそれを共感できるっていうのは、僕日本人もともと持ってるすごいもんやなと思ったんですよね。今思えばなんですけど、だからなんかもうそういうジャンルとかじゃなくて、その先にあるものをみんなで求めた方がこれから日本にとってはいいんちゃうのって思ったところですね。そんな感じです。多分でもその花村さんの眼差しのデザインとかすごく納得するところがあって、そういう名前を付けられたのは素晴らしいなと思うし、めちゃくちゃ共感しますよね、うん、だから彼も逆の意味で悩んでる、花村さんの話かって言ったらあれですけど、多分逆の意味で悩んでて、彼自身はアーティストなんですよ、うん、自分も思ってるし、アーティストなんですよ、うん、でもやっぱりそのカテゴライズを求められるじゃないですか。あった時に なかなかそのいわゆるこう現代アートの人たちから呼んでもらえないとか理解されないっていうものになって結構体に悩んでるんですけど、なんでだろう、いいじゃないですかね、まあ、そうなんですけど、現代アートの世界なんかこんなに言うと怒られるかもしれないけど、そんなに大きくないですよ。そうです、そうです、うん、僕、まあ、某、ね、銀行とか勤めてますけど、うん、まあ、若い女の子いてますけど、うん、ギャラリー行ったことない人ほとんどですから、普通の中のよくある OL の子たち行かないって、はい、それでも現代アートって結構本当にマニアックな世界ってあると思うんですよ。あれですよね、なんかオタク文化がものすごいこうメジャーになったじゃないですか、はいはい、あれとこう現代アート対比すると面白いなと思ってて、なんかなんていうの、現代アートの人ってそのマジョリティになること自体をこう否定することがこう価値みたいな持ってるところがあるのか、まあ、マジョリティになること自体が僕はいいとは思わないんですけどね、なんかマイノリティであることに価値を見出すっていうのって、そのなんかそれが目的になっちゃうのってどうなのかなと思ってて、それが目的にしちゃってるようにしか思えないところがあるんですよね、そうじゃないやんみたいな、結局自分の好きなことやって結果みんなから受け入れられへんかって、それがマイノリティなのか、みんなからこう受け入れられてもこっちからマジから来てくれよって言われた結果がマジョリティであってみたいなことやから、マイノリティになるのが目的になるのか、僕はちょっとおかしいなと思ってるんですよね、っていうふうに僕は思い込んでます。だからなんかそうじゃなくて、その先にあるもっと表現したいとか、みんなが好きなことやって成り立っていく社会の方が絶対みんなハッピーになれるし、そうですね、うん、っていう方向に行った方がいいんじゃないのっていうのが今僕の考えているところかな。そういう意味では僕なんとなく山本さんがこうなんか勝手に肩書きが増えていくことが多分これからも増えていくんじゃないかなと思いつつ、なんだろう結構フルラインナップというか、いやどうするのかなっていう、どうするでしょうね、どうなんですかね、負担とかってどうなんですか、負担とか時間できることしかしないし、やりたいことしかしないんですよ。この間もなんかさっき言ってたけど、ピアノ小指日本一かに奈良で、じゃあピアノをフューチャーしたコンサートをやりましょうみたいなので、MBS さんが企画して森関がお金出して、でクリスマスイブに奈良県立文化会館っていうね、
してるうちに繋がってくる話もあると思うんですけど、結構最初のこの一番最初の方から結構考え、この面白いと思う気持ちもある一方で結構考えて動いてきてますよね。いやでもね、意外と考えてないんですよね。後付けですよ。後付けですよね。説明するためにこれ話してるとだんだんこう自分が自分を洗脳する時ありますよね。あ、聞かれるとなるほど、とりあえず答えるじゃないですか。はいはい、何回も自分でもそう思い込んでて、なんかこう、まあ、今おっしゃったって言ったんですけど、はいはいはい、そうですかね。結構宮本さんってこう、なんだろうね、ポワッとしてるようで、戦略家なのかなって思います。いや、戦略はそんなに全然考えてなくて、やりたいことやってるし、みんながこう、やりたいことをやれるようになったらええのになっていうふうにしか思ってないですね。後で気づくことの方が多いかな。でもそういうもんですよね、きっとね。なんか、あの子のことがすごい好きやわ、みたいなことを感じて、で、なんで好きなんやろって後で考えるでしょ。きっとそういうことやろうなと思うし。かなって思いますね。理由は後から。でも人に説明するのに理由は絶対必要になってくるんですよね。そういう意味でやっぱり最初の会社の、まあ、所属してるところとかって生きてきてる感じがあるんですか。全く全然違うことしてる。やっぱり数年間経営者やりましたし、経理関係のこととかまとめたりやっていらっしゃるとかでしましたけど、住所知らんなんかね、シールのとこに、まあ、なんか作ってありますね。シール作ってくれてますね。何ができるか田澤先生、あれはなんかできつつあるんですか。ちょっとちょっとこれも全然プレッシャーではまだです。まだですそうです。多分30分になってくるんですかね。じゃあちょっと一旦休憩しますか。いいですよ。はい。ちょっと一旦新しいのちょっと休憩をやってもらいます。そうですね。みんな話を聞いてだんだんつって。